ここに何の用だ。有賀に置いてけや命は勘弁してやってもいい。腰の門を捨てろ。俺は坂本龍馬だ。編笠の男に呼ばれてきた。孫男はわしの客ぜよ。なるほど、お前だったのか。いいぞ。兄弟も一緒ってことか。さあな。いいぞ。久しぶりぜよ、筆頭。一年前のわしとは一味違う気。よう見ちょれ。Hey!
1年前の件とは殺気が違う。土佐抜けてから大勢切ってきたということですか。さあな。何の真似だ。今のあなたをこの目で確かめる必要がありました。1年ぶりに会う人間をそのまま竹地先生の元へは通せませんき、ご無礼をお許しください。やっぱり兄弟もお前と一緒に京に来てんだな。ええ、ですが今の先生は例の新選組にしつこく狙われる身、人目をはばかっております。兄弟はどこにいる。このムクロ街の一番奥で筆頭をお待ちです。案内しちゃもらえないのか。ええ、わしは今もあんたが嫌いですき。ふん、なるほどな。